炎の定め弾き語り、地獄に付き合ってもらおう。オズミックス TV、 ようこそ。オズミックス TV、 おじさん一人でできるもんというチャンネルです。今日もおじさん一人です。はい、今日はですね、こんな感じでスタンバイしてますが、ちょっと皆さんと一緒にむせてみたいと思います。炎の定めをですね、ちょっと歌ってみようと思いました。で、実はですね、声優紅白歌合戦というのがありまして、昨年ちょっと出演させていただいたんですけども、その時にね、この歌をステージで歌いました。で、それをご覧になった方から、またそれをご覧になれなかった方からもですね、ちょうど僕が YouTube をもう始めていた時期だったので、 YouTube で歌ってほしいというご要望が少しだけありまして、で、まあ、このチャンネルはね、そういうチャンネルじゃないので、まあ、どうしようかなと思ってたんですけども、まあ、せっかくなので、ちょっとやってみようと思います。で、なんとですね、弾き語りでやってみようと、ちょっとチャレンジしたいと思いますが、まあ、当然ね、その弾き語りバージョンなので、そのオリジナルとは違います。で、これやっぱりオリジナルが相当かっこいいので、そのイメージを崩したくないという方はもうぜひ見ないでいただきたいと思います。それでは、炎の定め弾き語り、地獄に付き合ってもらおう。さよならは言ったはずだ、別れたはずさ。地獄を見れば心が乾く、戦いは飽きたのさ。定めとあれば心を決める、そっとしておいてくれ。明日に繋がる今日ぐらい、砕かれた夢を拾い集めて、俺はさすがう合ってない、旅を揺らめく影はよみがえる。悪夢さよならは言ったはずだ、別れたはずさ。お前を見れば心が冷える、戦いは飽きたのさ。定めとあれば心を決める、そっとしておいてくれ。明日に繋がる今日ぐらい、地獄を見れば心が乾く、戦いは飽きたのさ。定めとあれば心を決める、そっとしておいてくれ。明日に繋がる今日ぐらい、冗談はなしだ。俺はクソ真面目な男だ。